どうも、ひな大福です。今日から我々は、ラスベガスの、メリディアンコンドミニアムという、お家に1ヶ月宿泊いたします。はい、というわけでラスベガスのストリップから数百メートル外れた場所にあります、うん、超高級アパート群の、一室を1ヶ月間お借りしまして、はい、その生活というのを、皆さんに届けていきます。はい、はい、その上でまず大事なのがルームツアー。ルームツアー入ったー。何？あー、椅子にね、はい、椅子にが、はい、はい、椅子は悪くないです。はい、悪くないです。はい、というわけで、はい、ルームツアーやっていきたいと思います。見るところ多すぎて、うん、皆さん、はい、大変ですよ。大変ですね。頑張ってください。大変ですね。はい、ではルームツアー行きましょう。はい、おう。はい、ではチェックインした直後の、一応綺麗な状態のお部屋から紹介していきましょう。はい、まずはリビング。リビングがこんな感じになっております。はい、リビングがすっきりと綺麗な感じで、うん、ソファーもね、座り心地良かったです。はい、はい、で向こう側がロッキンチェアですね。座ると、はい、ゆっさゆっさ、はい、まあ、もうちょっと体重がある人の方がね、はい、大腹向けですね。もしかしたらちょっと腹筋の鍛えてますね。すごくね、これ、はい、はい、で、まあ、こういった感じでアートもね、おしゃれだね。あったりします。こんなのあるんだと。グリーンとかね。そう、グリーンがね、でありますね。でそのライトもどっかここら辺に着いた。 OK、 結構眩しい。直で見てしまった。食らいました。はい、超巨大なテレビがあります。はい、テレビはサムスン製ですね。はい、でここでソファに座りながらこういう感じでテレビが見えるという、我が家にはないスタイルですね。そうですね、我が家テレビないので、はい、はい、でこれ眩しいんですけど、当然カーテン閉めたら暗くなるんで、もういろんなものが最初からありますね。実際に契約せず見れるかわかんないですけども、 Netflix、Amazon プライム、あとはラジオとスリングっていうちょっとアメリカのね、わかんないものがあります。で、本がね、いろいろと置いてあったり、チップもね、置いてありますね。さすがラスベガス。はい、テキサスホールデムできるチップっていう、はい、わざわざこれやんなくても効果はしに行くんですけれども、ね、で、この中にあるこれがですね、ちょっとパカッと開けてみてください。結構力入れます。はい、キャンドルですね。アロマキャンドル。あ、すごい香りする。はい、アロマキャンドルが2つあります。で、もう一つ気になるのがね、この巨大なね、ジェンガが。で、食卓がこちらですね。一応4客あるんですけども、このお部屋一応2人用のお部屋で、まあ、基本的にもう2つしか使うことはありません。ゴミ箱があります。ほいっとね。ではキッチン行きましょう。楽しい楽しいキッチンです。あー、広い。はい、エアービーは当然住む用なので、キッチンとかフル装備されています。はい、ではまずはどこから行きましょう。冷蔵庫かな。冷蔵庫、はい。で、まあ、一応ね、やっぱ使用感はどうしてもあります。アメリカ特有の使用感というのはあるので、またいろいろと綺麗にしてね、使っていきたいと思います。これが、製氷機ですね。氷、まあ、なのでこの氷をこの中にガラガラガラと入れると、これをボタンを押せば氷が出てきます。なので氷が欲しいときは氷で、こっちは水が出るので、水が欲しいときはこれを押せば水が出てきます。はい、といったものがデフォルトで付いています。だいたいアメリカの Airbnb はこのタイプの冷蔵庫が付いているので、氷と水っていうのはいつでもフレッシュなやつが手に入ります。すごい。続いては、あ、ディッシュウォッシャー。そう、食洗機付いてるんですよ。もうね、こっちかな。あ、もうこれが本当にね、アメリカといえば。あ、そうなんです。いつも大福がね、洗い物手洗いしてるんで、いつもありがとうございます。いい料理をしながらやってくれてるなので、食洗機がついているとい もう非常に家事の負担が軽くなる、うん、はい、大きな要因です。はい、どうぞ。もういろいろ開けてってください。おー、ここはあんまり使うことないかな。まあ、ちょっと清掃系ですね。はい、まあ、1ヶ月なので使っても途中で1回ぐらいかなという感じです。で、消火器がね、設置されています。ちゃんと義務です。あ、これはあれですね、キッチンマットとか、そういう系の郵便の、はい、ランチョンマットですね。
上がコップ、でっか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 。あ、空の棚を見つけた。まあ、ここはね、火が届かないんでね。届かねえ。大丈夫です。はい、よかったです。いいです。僕がまずいものになってしまう。なんだって。皿、コップ、など。いっぱいある。はい。まあ、これはもう本当に生活用のですね。もうステーキするにはもってこいな、あの巨大な皿。ああ、いいね。お肉買ってこようね。ね。ね、続いて。あ、調味料ですね、はい、これに関してはオーナーさんの裁量です。オーナーさんがどれぐらいサービスをするかっていうのはもう本当にオーナーさん次第です。なのでちょっとしたお菓子とかもね、はい、あ、本当だ、サービスで置いてくれてます。お菓子とあとミキサー、そう、巨大なミキサーがありますからね、はい、包丁などなどがこれが一式です。あのお玉がさ、お玉、日本に比べて大きい、でかいですね。ヘラとかも大きい、はい、なぜなら皿がでかいからです。そっか、鍋がでかいからです。なぜならこのガスコンロがでかいからです。でかいね。こんなでかいんですよ。しかもこれが4機ついてます。すごい、いっぱい料理できる、はい、オーブン下についています。で、このオーブンの使い方に関してはちょっといろいろと練習しないといけないと。フライパンもこの中に入ってる。で、これが電子レンジ。電子レンジです。はい、もう何がすごいってアメリカですよ ね。まずここにね、1個目、ポップコーンっていう選択。まあアメリカですよね。すごい、はい、ポップコーン、ベバレージはコーヒーとかですね。で、ポテト、ベジタブルっていうのがね、あの専用のボタンがあります。で、これはリヒート、再加熱、はいはいはい。で、使い方はもう練習です。はい、はい、すごいパワフルだと思うので、何ワットかわかんないんですけど ね、ちょっとね、その辺は調べていきます、うん、なんかさ、この電子レンジも、うん、オーブンもビルトインなのがいいよね、食洗機も。そう、ビルトインなので、なんかスペースがね、そう、小スペースでね、いいと思います。もうアメリカ特有の作りです。そこもね、多分高いからな。空の棚を見つけた、はい、まあ、強いて言えばオーブンのコンセントがついてます。あ、見えない。はい、大丈夫です、大丈夫です。ライフさんが余計なもん隠します。なんだって。あ、コーヒーですね。コーヒーだ。コーヒーと紅茶と、見てこのマグカップのサイズ。この後それがあのゼロカロリー、おー、よかったじゃん。大福用です。これが大量の、紅茶とリプトン、まあ、全部紅茶ですよね。で、コーヒーメーカーと、はい、ポットと、見るとこいっぱいです。はい、ここに一通りのあります。包丁とかフォークスプーン、中華レンゲもありますね。本当だ、はい、うわ、ピザカッターもあるね。巨大なピザ食べたい。あ、ここにもフライパン入ってる。はい、小鍋とフライパンと、奥がすごい。で、あ、ライスクッカーあった。ブラックデッカーとトースター、おお、と、それもしかしてタコシェル。タコシェルだ。やったー、オールドエルパッソの、おお、もうね、紹介するとこ多すぎます。広いです。なんか忘れてたらごめんなさい。で、一応あのリビングのここに充電ケーブルですね、うん、C タイプと I タイプと、これは古いアンドロイドもあったり、やっぱコロナ禍なのでこういったものが設置されていたり、マスクなんかもね、設置されていたりします、うん、と、緑、はい、いいね、緑ね。デスクライト、こっち、はい、ヤトカゲ、トカゲ、どうも。あ、ここはお掃除用品ですね。はい、掃除機とちりとりとモップで、クッションとトイレットペーパーで、これがファーストエイドキット、救急箱です、うん、カイロ、ハンドウォーマー、すごい。カイロってアメリカにあるんだ、すごい。ラスベガスキンキン冷えてるので、うん、時々欲しいかもしれません、ね、はい、はい、続いてこちらが、お部屋の、説明案内ですね、うん、はい、ハウスルール、禁煙です、はい、もうこれが一番大事です、うん、時々あの喫煙可能な部屋であったり物件とかがエアビーあったので、うん、なので、大体そういうところはタイマー座れてるので、めちゃくちゃ臭いです、うん、で、一方このお部屋も入った瞬間綺麗な、うん、何の匂いもしない綺麗でした、はい、で、ベッドルームでは、飲食禁止というルール、うん、で、出るときは電気消してね、うん、あんまうるさくしないでね、うん、で、ちゃんと食器洗ってね、うん、で、ちゃんとゴミ捨ててね、うん、チェックインタイムとチェックアウトの時間を守ってね、うん、と、まあ、チェックインアウトがね、もう30日後の話なので、うん、我々2人以外入れちゃダメよ、うん、パーティーしないでねと、うん、はい、まあ、騒がしくしないで、まあ、常識的な話ですね、うん、全体的に、はい、洗濯機、洗濯
機です。洗濯乾燥機。そうですね、基本的に下が洗濯、上が乾燥機だと思います。普通に考えたら、はい、下が洗濯機ですね。はい、ちょっと若干の使用感否めないです。まあしょうがない、いいんです、いいんです、アメリカなんでね。はい、ここがお手洗いです。洗面台があります。石鹸備え付けです、でこの中も何か綿棒おで、シャワールームです。あ、バスタブはございません、お風呂はございません。シャンプー、コンディショナーと石鹸、はい、シャワールームは備え付けです。続いてベッドルーム。ベッドルーム、くる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 、ダブルサイズのベッドが一つなので、まあ二人用ですね。広いクローゼットがございます。いろんなもの入ります。服全部入れれます。よいしょ。はい、ご覧の通りハンガーが合計100本ぐらいあります。でここにコンセントが、はい、大量にあります。ただ向こう側ないんでね、ちょっと1本何か買おうかなと思っています。以上かな。Wi-Fi もございます。さあ、以上かな。あ、違う。一番紹介したいものが、外ですね。はい、こちらがですね、正面に見える大きな大きな観覧車がございます。あの、一個一個の観覧車に、だいたい20人ぐらい、同時に乗れるのかな。観覧車の中によっては、中にバーカウンターが設置されていて、一周確か30分だったかな。奥にベネチアンが見えます、はい、はい。なのでベネチアンまでもうすぐね歩いていくことができます。かなりセキュリティもしっかりしてて、はい、安心な建物ですね。はい、で当然ここもね鍵ついてます、はい、基本的に鍵をかけておきましょう。ふう、疲れた。そう、はい、いるとこいっぱいだね。それとですね、最後に、一つご紹介したのが、やはりアメリカ文化ということで、家の中、基本土足です。はい、でこの土足が気になるという方、まあ我々もそうなんですけどね、スリッパ持ってきております。なので日本で300均ですね、でスリッパ買ってきました、はい、なので、まあ、初日はちょっと土足で入ってるのでちょっと掃除して、でそこからはもうどっかの車が、はい、スリッパを持ってきましたので、もうあの日本人らしくスリッパ生活して、で玄関に靴を置いて、でもう土足禁止な感じにしていきます、はい、やっぱねアメリカ文化なのでどうしても土足です。だから絨毯であったりとかいろんなところ土足なので、まあ、それが気になるという方は掃除していただいて、スリッパなどを持ってくることをお勧めします、はい、メリディアンコンドミニアム235室のご紹介でした、はい、このお部屋がですね、基本的に2人用または1人用の狭い物件になっておりまして、ここからどん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 広い物件っていうのもいっぱいあって、合計5つの棟に分かれております、はい、でもう本当に物件によって4人用であったり、なんなら6人用とか8人用とか、もういろんな物件がある中、まあ、我々2人なので一番シンプルな2人用を借りました、うん、はい、でこちらのお部屋がですね、1ヶ月34万円ぐらいになります、うん、はい、まあ高いは高いんですけれども、ラスベガスの毎日ホテルに泊まるよりはよっぽど安いですし、何より洗濯であったりとか、自分でスーパーで買い物して料理とかができるので、まあ、ちょっと我々海外での暮らしというのを一度体験してみたかったので、こちらのラスベガスのこの物件を選びました、はい、12月から1月にかけて宿泊するので、ホテル代が非常に高くなるんですよ。12月1月にかけて、クリスマスと年末とお正月と、ね、そうですね、年末年始、はい、あと1月の2週目くらいにすごいホテルが高い日があって、なんかイベントがあるんだ ね、はい、あの大きなイベントがある時は非常にホテルが高くなります、めちゃめちゃ高い、びっくりした。1泊そうですね、もう本当に5万円以上になったりするので、それをそう考えると1ヶ月まるまるこういったコンドミニアム借りた方が安いというわけで、こちらを選びました、はい、もう喋り疲れた、というわけでこの動画、はい、終わります、はい、この動画いいなと思ったらいいねボタンお願いします。ラスベガスに住みたいと思ったらいいねと高評価お願いします。お願いします。いいねイコール高評価や、はい、そしてチャンネル登録お願いいたします、はい、まだまだラスベガス情報どんどん届けていきますので、そちらもご注目ください、はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイ。プールサイドに関しては、まあで、これがクラブハウス全容になります。今日マンションのセキュリティ上のルールで、あっち側ご紹介しましょう。